はい、では行きましょう。3次関数が常に増加減少するための条件ですね。これは応用問題です。なので、まあまあ余裕がある人だけであればいいですけれども、この問題を理解することは、さっきまであったね、1から3を深く理解するのにかなりつながるので、ぜひぜひチャレンジしてほしいと思います。ね。で、まあ、ここの問題は3次関数 fx、こういうのが、常に増加するためにはどうなればいいかとか、常に減少するためにはどんな条件があればいいかっていう問題なんだけど、結局、これを考えればいけるんですね。f'x イコール0の個数がどうなるか。じゃ何やっていうと、fx が常に増加するっていうのはどういうことかっていうと、このグラフは6パターンしかないって言いましたね、2番の動画で。ね、fx、ここの a の部分がプラスやったらこの3パターン。マイナスやったら右側の3パターンや。で、f'x イコール0の個数が2個やったらこんなになるし、1個やったらこんなになるしと、0個やったらこんなになるしと。f'x イコール0っていうのはここのことなんですね。2個やったらこことここにあるよと。1個やったらここやよと。0個やったらないよと。こういうのやったんですね。で、常に増加っていうことは、この2個のパターンは両方無理なの分かります？だってここからここ上がってるけど、ここで下がってんもん。ここからここは確かに上がってるけど、こことここ下がってんじゃん。だから常に増加してないんですね。で、1番みたいに常に増加するためには、これかこれなんです。ここでは一瞬ここで fx が0になってますけども、でもそれは増加とみなします。だから1番みたいに fx が常に増加するって言ったら、なるほど、グラフのこことここかと、この両方が増加してるな、そう思えたらいいです。じゃあこうなるためには f'x はどんな感じやったかとね、それを見ていたいですね。だこういう状況を作るのは f'x が常に正になればいいんですね。f'x っていうのはずっと言ってるけど、接線の傾きやったと。ずっと増加するっていうことは、接線の傾きが常に正なんですね。ややこしい人はもう一回一番の動画見てほしいですけど、接線の傾きが負やったら減少する、接線の傾きが正やったら増加するんですね。だから常に増加するためには f'x が常に正やったらいいと。つまり f'x イコール0の個数が1個か0個やから、これ0個の時の f'x のグラフです。これが1個の時の f'x のグラフ。ちなみに2個の時はこんなんやったよね。これが2個やと。でもこの時はこういうグラフになるからこれダメやし。ただ0個か1個しかないんですね。しかも常に正やからこっちのパターンしかないです。これとか、これっていうのは2番でやるけどダメなんですね。なんでかっていうと、ここが x 軸やから、これは常に負になっちゃうんです。常に負。こっちも常に負ですね。だから、常に正っていうことはこの2パターンしかない。じゃあ、こうなるための条件はって言われると、一つは、まず下に凸。下に凸やから、確実に a 大なり0です。ね。で、もう一個は、ここの、x 軸との共有点の数、x 軸との共有点の個数です。こういう二次方程式の x 軸との共有点の個数ってどうやって求めんやったっていうと、これですよね、判別式。判別式っていうのは解の個数を表してます。ね、例えばね、x 二乗足す 2x 引く3イコール0。これの解は何個って言われたら、判別式調べたらいいんですね。判別式調べたら、大なり0になると。大なり0になるっていうことは、解が2個ある。そういうことがわかるんですね。解が0個か1個っていうことは、もう一回整理しておきましょうか。判別式が0より大きかったら2個でしたね。これがややこしい人は、この微分積分の問題じゃなくて、数一の、ね、解の個数のところが問題なんで、そこを復習してください。この場合、0個か1個やから、判別式が d イコール0か d 小なり0。この条件になるんですね。ということで、D 小なりイコール0です。ここが難しいのは何でかっていうと、こういう中1ちゃうわ。
高1とか数1で使った知識が出てくるから、若干忘れてる人にとっても難しいですね。この条件さえ分かれば、あとは計算するだけです。はい。ね、4分の D もしっかり使ってあげてください。ややこしい人は戻ってくださいね、判別式に。次には、2番の時は、常に減少する条件やから、常に減少するためには、常に接線の傾きが負やったらいい。ということは、常に F'X が負やったらいいと。負になるためには、常に負になるためには、やっぱり0個か1個ですね。0個か1個。しかも、負っていうことは、X 軸より下になるとあかん。この状況か、この状況しかありえないですね。まず確実に、上にとってなんで、A 小なり0やと。で、もう一個は、解が0個、O は1個、0個か1個やから、D 小なり0か D イコール0。合わせて D 小なりイコール0です。あとは計算するだけ。ですね。で、3番は増加したり減少したりするときやから、パターンで言うとこれですね。3番のパターンはこれだと。つまり、こうなったりこうなったりしたらいいっていうことは、F'X イコール0が2回を持てばいいんですね。これは増減表今までずっと回復練習している人だったらすぐわかると思います。このパターンになるのは増減表がね、ちゃんと5個出てくるパターンですね。5個書かなあかんパターンやと。こことここに書くんですね。その時にこういうパターンになると。だから F'X イコール0が2回を持てばいい。ここ2つ埋まればいいと。ということは、F'X のグラフが、こうなったり、こうなったりするときなんですね。A 大なり0でもいいし、A 小なり0でもいいよと。ということはもう、この A については考える必要ないんですね。あと考えるのは、これが2個。解を2個持てばいいと。解を2個持てばいい。ということは、判別式が正なんですね。だから、判別式 D 大なり0で、B に属3 AC 大なり0というふうになります。はい、ということで、ここは若干応用問題でしたけども、何かが難しいとかいうのじゃなくて、こういうふうに D を使ったりするのを思い出すのが、まあまた大変かなと。あとやっぱり何と言っても、グラフが常に増加するっていうことは、これがこのパターンしかないなっていうふうに、きっちり3次関数のグラフの6パターンを覚えておいて、さらに F'X のグラフを使って考える。こういうことをやるので、若干難しいかもしれません。まあこれもちゃんと類題があるので、しっかり探して、できれば、ノーヒントでできるように練習していきましょう。